はい、どうも皆さん、こんにちは、サバヤンゲームズでした。シャーでおれやってきてまいりました。サバヤンゲームズ大人気企画、フォールガイズの激ヤバプレイ集見ていこうの回でございます。はい、ということで、約2日3日前かな、はい、フォールガイズシーズンアップデートが入りまして、シーズン2ですね。はい、おそらく皆さんもたくさんたくさんプレイされてるかと思いますが、世界中の、人々も、皆さん遊ばれております。シーズン2魔改造されまくり、非常にやりがいがある、やりごたえがあるゲームとなったフォールガイズ、果たしてどんな激ヤバプレイが見れるのか今宵、サワヤンゲームズ本人めちゃめちゃ楽しみにしておりますということで、早速皆さん一緒に見ていきましょうか。はい、本日もね、フォールガイズデイリーモーメンツをね、ちょっと動画をお借りして、見ていこうかなと思います。よろしくお願いします。元動画概要欄に貼っております。よろしくお願いします。いきます。再生出たね、このね、このタイプね。はい、またこの伸び伸び健在ですか。え、ワッタファックですよ、これは。伸び伸び健在だったのね。さあ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 、これね、これ結構今クリアできない人多いよね。これ結構何それ、はなぜ落ちた、なぜ落ちた、出た。これ最強プレイヤー、最強プレイヤー、多分どうか2万3000いってんのこいつ、どうかつプレイ以前よりも2万3000いってることがやべえ。で、彼女は無限待機してるわけね。え、待って、どういうこと、2万3000ドンカツって。お、Oh my god, I forgot. うまい人もあえて落ちるんだね。はいはいはい、はい、これ何、あ、これ te empuja hacia la meta. これに乗れと。Si te pones aquí, はいはいはい、y el espada o ese te empuja a la meta. ああ。Qué guapo. Y el mundo detrás de Fall Guys. え、これは今普通じゃない、うん、今は普通だね。はいはいはい。これ、何その、新しいクラブ追加されてんの、新しいクラブ追加されてるけど。なに全く理解できない。しかもなんか回ってるやつもあるし、俺まだ全然遊べてないから分かんないわ。ここ無重力行ってめちゃくちゃ飛ぶやん、めちゃくちゃ飛んでる。ニキ、外国人ニキめちゃくちゃ飛んでる、喜んでたね。やばいやばいやばい、ま、ケツ穴確定食らってたぞ今。ケツ穴にビーム食らってた。さあ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 、めちゃくちゃみんな行くやん。これ戻れる、戻ったところにサイン引き飛ばされて、あー、そこで乗れてたらラッキーだったね。はい、ドンマイすげえ、もうフル、もう魔改造にも程があるね。面白いけどね、おも、うん、この伸び伸び、もう未来の俺がいる、下に未来の俺がいた。ちょ待って、未来の俺もう一回見よう。今下に未来の俺いたよね、みんな気づいた、俺じゃん。2年後の俺がいるよ、2年後の俺。まあ、さすがにないか、うん、さすがにないけど。はい、飛んで、これシーツポーにもね、上行けるようになったんだよね。これ上行けたら最強だよね。あとこれで最大耐久するだけでさ、もう誰も捕まらないっていう。ただ結構人来るからな、うん、あれもちょっと練習したけど。靴、もう果物じゃねえじゃん、果物じゃないよ。何、あ、味方全員散ってたら、今ので。また俺だ、また2年後の俺が。ただ2年後の俺落ち着いてるな、だいぶ、だいぶ落ち着いてる、2年後の俺。もうなんか、フォールガイズのプレイどうこうよりも、2年後の俺が気になる。あ、もう、あ、落ち着いてる。俺だったらもうぶち切れてるからね。2年後多分あんぐらい落ち着くかもしれない。うん。完全2年後落ち着く。さあ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 、3秒 ?2 秒 ?1 秒空中キャッチ天才出た、これ俺が一番好きな新しい結晶。これすごいよね。うまい、今のうまいよ。吹き飛ばさないで、冷静に、冷静に床見てるね、冷静見てるね。さあしっかり隔離して、押されて、グッズプレイでございます。4100ドンカツしてるから、なかなかモスターだね、なかなかモスター。4100はモスターだね。さあこれ乗って、あ、これヒヤヒヤロードの決勝ね。俺はあの かなり運ゲーと豪語したこのゲーム。さあいけるか、間に合うか、向こう岸から来てる、これ上乗れる、難しい、絶対むずい、取れない、取れるか、取っていく。いや、これ勝ったら気持ちいいね。出た、魔改造ローローフ949ドンカツ。これを上乗る、上乗らない。さあ上乗って、
乗らない作戦は一体何なんだ、こいつの、こいつの作戦は一体何なんだ、乗らない、お、なんだ、昨日の俺だね、これ昨日の生配信俺だったね、うん、カネキンさんみたいに出るよ、カネキンそっくりじゃん、この人。え、ここ、え、ここ無限に耐久できんじゃん。え、床の復活早くね、ここ。え、床の復活あそこ早くね、そんな早かったの。え、果物がめちゃくちゃ12秒ある。何これ、ここのぶつかってくる、これ超ヤバくない、恐ろしいんだよ、恐怖じゃん。なんで勝った、どういう原理。出た、1人、あ、2人いる、何が起こる、2人いるけど、2人いるけど、あのビームにどうやらね吹き飛ばされて上飛べるらしいんで落ちてった、めちゃくちゃシュール、完全1人任してる、カウンデーカウンデーカウンデー、あいボヘー、あ、めっちゃ、いや、ぶち切れてる、お前もやれよ、韓国2期お前ぶち切れ、お前もやれよ、あ、よぎよぎだ、いや違うんだよね、韓国2期ぶち切れてるくせに違うんだよね、全然、あ、やばいやばいやばい、あ、やばい、韓国2期頑張れ、韓国2期一生揃わないぞ、あに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 、あ、やばいやばい、あー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 、やばいやばい、あ、もうこれがね、な中の悪さ出てるね、これ、あれ、ちょっと家が出ない、これ韓国2期大丈夫か、あと1個だよ、あ、出がちゃんのつくそくな、あ、やっとできた、よかった、韓国にだいぶに、だいぶ今下っちゃったね、にょんにょんじゃないよ、誰なんか笑ってるし、くるくる回って笑ってる、これ多分落ちるって、落ちだよ、あ、落ちないんだよ、また韓国2期、また、他人任せ韓国2期、他人任せ韓国2期やった、だ今回は率先して自ら行く、いや、なぜ戻った、なぜ戻る、やっぱりちょっと思考回路特殊なんだよね、あ、いや、まさか道を切り開いてる、おっと、あと1人、かなり遠回りをしてしまった韓国2期、はい、ドンマイです、ちょっと人任せなんだよね、さあ、これもうこれ大パン確定です、俺は仮にしたいところ、さあ、この決勝やっぱ面白いね、この決勝の勝ち方をもうちょっと知りたいけどね、笑い方の癖、へぇーへぇーって3600勝、すごい暗いところでやってる、暗い部屋だね、俺もああいうゲーム実況部屋憧れんだけど、さあ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 、もうこれたまにあるんだよね、これ大パンするためにちょっと俺これグローブするの忘れてた、スライム、これスライムスクレーパーまだあるんだね、これ魔改造されてんのかな、完全に、うおーい、耐えていく、これもまだあるんだ、すごいすごいすごい、あ、すごいすごいすごい、あ、すごいすごい、それもどんどん、今の生きろ見たらすごいぞ、いやハンマーあるよ、ハンマーあるよ、ハンマーあるよ、ハンマー行く、ハンマー行かずに、え、千里眼使ってる、モンハンの千里眼使ってる、もしかして、そこ乗った、すごい、これ勝ちじゃん、あ、これ勝ちや、これ乗るのめちゃくちゃうまいんだよね、これ誰も取れないんだよね、あそこ乗ったら勝ち確なんだよ、ほぼあれ簡単すぎて超むずいから、はい、この人も完全に何も見てないけど、なぜ落ちた、それは何、チーターじゃん、ただの、ただのチーターじゃん、はい、つかみすぎ注意っていうね、あ、運営から消されました、はい、そ、海賊じゃない、これどうするつもりだ、これもういきなり、なんか味方消えてったんだけど、味方が消えてったんだけど、消えてったぞ今、これ一直線パターンじゃない、もしかして、これ一直線パターン来たよ、超激レアの一直線パターン、もう伸びの、とりあえずそこまでどうなったらそうなるの、どうなったらそうなったの、さあブロスクパーティー、おっとこれもう終わりでしょ、まあさすがにそうだよね、それはそうだよ、さあさあさあドアダッシュ、ドアダッシュで何起きる、これハンマーで間に合うか、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 ギリ間に合うか、間に合うか、間に合わない、俺だったらもう引退するわ、これ俺だったら引退、
一人のパターンやん。こういう時ってさ、5分耐久すれば勝てるんだよね。うん、落ちちゃったら負けなんだよ、多分5分耐久も練習だよね。こういう、こあ、やったこいつ、こいつやったわ。これ負けでしょ。はい、やりました。もうやりました、この人は。さあさあさあ、4秒3秒2秒1秒。そんなことある？なぜお前馬来た？違う、なんで違う、バブル、え、これのバブルゲーム出たの？めちゃくちゃ面白いじゃん。落ちたら負けない。お前は何をしてる？これどこ？これ止まるな、危険じゃね？これ止まるな、危険じゃね？え、チーター？多くね？え、こいつさっきからクソうまいんだけど。さっきもこいついたよね。こいつさ、うますぎじゃね？化け物うまいんだけど、何その耐久方法。意味がわからない！落ちんの？耐久方法エグすぎない？今の。さあハンマーを、これ使えば負けるよ。あ、終わった。オーマイガッツだよ、これは。オーマイガッツ。え、これどうだ、耐久して、届くか、届いて。あ、絶妙。どっちだ、勝っていく。これ嬉しいね、ギリ勝ち。さあまたロールオフ。あ、これ昔のロールオフだね。昔のロールオフは懐かしいな。このロールオフやっぱ地味、なんか今のロールオフなんだか、なんで出た、このバグ。止まるバグね。これもたまにあるんだよね。揺らして。揺らすと強くなるのかな。止まるバグたまにあるんだよね。激レアだけど。さあ、ブルブル登山。押して。で、そいつも押して、二人で持ちると。これクソおもろ。俺だって爆笑だわ、これ。爆笑すぎる。笑わないけど。これ何が起きんの？何が起きんの？めちゃめちゃ落ちて、何があったの？何があった？なんで登れないの、それ。どうした？どうした？どうした？いや、うん。何の時間、今の。今のは何の、なんで？こんなん俺さ、こんなんステイゼロの大会でこんなんだったらもうぶち切れとか騒ぎじゃないよ、これ。あ、これもう一番最初まで、イエーンとたまにこれあるんで、ね、究極に沼るとき、究極にの沼って永遠と渡らないときね、はい。あ、もうか、あ、うわ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 。さあ、ハンマー決まるか、3、2、1、9、ドン。はい、で俺最後もね、ポストに当たってゴールできずということで、なかなか面白いシーズン2になってるんじゃないでしょうか。本当にね、めちゃめちゃやりがいがある。本当に掘れば掘るほどいろんな発見があると思うので、皆さんぜひとも何か新しい発見がございましたら、コメント欄までよろしくお願いします。ちょっとサイヤンゲームズ、こういうオリジナルのなんかみんなのスゴ技プレイ集みたいな募集しようかな。ハッシュタグ作ってみんなちょっと動画切り抜き上げてみて、そういうのを集めて、誰か集めて動画作って俺に送ってくれたら、あのリアクション動画撮るんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、この動画面白かったらぜひ、ね、グッズボタン教えてください。またね、明日のゲーム実況動画でお会いしましょう。ブワー。